決めても大宮、冷めても大宮、キャンプでコンビと。はい、ということで今日は練習試合終わりでとっても疲れているかと思いますが、石川選手と馬渡選手に来ていただきました。いや、僕ピンでトークでもいいぐらいだったんですけど、やっぱね大学の同期がいるってことですね。そうですよ。はい、コンビトーク、もう俺ちょっと上がっていく上で部屋戻っていいかな。仲良くやっていきましょう。91年組バシバシ聞いてください。はい、やっていきましょう。はい、どうですか、あれ、いいじゃねえのキャンプは。そうですね、若い子たち多いんで、まあ和気あいあいといい雰囲気でできてるんじゃないでしょうか。コミュニケーションも結構取れてます。そうですね、僕人と喋るの好きなんで基本誰かと喋ってます。岩瀬監督はどうですか、2人とも印象としては。熱血松岡修造。って感じじゃない、熱い人だね。すごいシンプルに物事を伝えてくれるんで、すごい分かりやすい。そうですね、まっすぐな人でめっちゃ好きです俺は。確かに今日ミーティング見てて、今日やるべきことはこれこれこれ、塾の講師やったらめっちゃ人気出そうな。漢字レベルの頭でも理解できることを、はい、しっかり伝えてくれる。そんなあらわれな感じ。漢字そうやはすごいよ。なかなかや。そうやに関しては本当にやばいから、ね。ということで、はい、アルディジャネも同じ見始めたカズと。ちょっと今さ、間がさあってさ、名前さ、ちょっと出てこなかったでしょ。ちょっと。ということで、編集カットした今。二人はなんと大学時代、東洋大学で一緒にプレーをしていた。いろいろ二人に大学時代からの話も含めて聞いていこうかなと。じゃあまずお一つ目、学生時代のお互いの印象を書いてください。じゃあ先にかけた。もう普通に何も面白くないですよ、真面目。俺とは真逆だなっていう。まあ俺が真面目じゃないとかそういうのじゃないですけど、性格がね、多分学生時代から。いや、もう本当そうですよ。この答えを聞いて波風立てなくいたんで。その通りかなと。じゃあ、そしてトシキは、はい、明るく元気。ね、真逆でしょ。真逆、確かに ね俺がいつもヘラ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 してて、トシキはそっとね、そのグループにいてもこうそーっとこうヘラヘラ。陽キャと陰キャでございます。デコボココンビということで、じゃあ学生時代も結構盛り上げ役として、カズはこうチームを盛り上げるというか、お調子者役。お調子者役、はい、役音がそうじゃない。でこう真面目に粛々と自分の仕事を目立たないようにこなすと。もうね、プレースタイルに出てるんですよ。クロスだ。それじゃあ昔から変わらないと。表に出るのが恥ずかしいんです。今日出ますけどね。そうなんですよ、恥ずかしいんですよ。サッカーでもね、タット式みたいなタイプね、いなくなったらね、大事さに気づくんですよ。で、グループに行って喋ってても、いなかったらなんか寂しいみたいなタイプで、そのまんまクロコもう全部出てる、サッカーに。縁の下も力持ち。そう、そういうこと。なかったら大変だと。はい、それほど重要な人物ということですね。そんな褒め上手だったっけ。そう思ってるからね。久しぶりに一緒にプレーすることになりましたが、やりやすさとかありますか。それやりやすさはありますよね、知ってるし。てか多分変わってないよね、プレースタイルね。確かね、全くね、多分大学の時から多分変わってないと思うし、うん、まあ、本人にも言ったんですけど、多分中心選手になるんだろうなと思ってるから、本音で。そこでしっかり自分も出て、まあ大学の時じゃないですけど、うん、一年また試合出て、なんか昇格掴み取りたいですね。そうですね、真渡さんの言う通り中心になれるように頑張ります。はい、で、まあ真渡さんのスーパーゴール僕も、はい、サイドバックにスーパーゴール期待すな。期待すな。気づいたらペナルティーエリア内とかにいると思うんで。そうそう、はい、ゴールしてほしいと。はい、いっぱいボールください。はい、ということで、はい、ここからが本題です。あ、お互いのこと本当に知ってんのかと。おっと、調べてくれました。組織に答えてもらう問題です。おっと、今シーズンも
撮影の日にですね、アンケート2人ともいろいろ書いたと思いますが、はいはいはい、その中で答えたものの問題です。難しいハードル高め。お互いのプロフィールなんか見てないよ。好きな焼肉の部位は部位何でしょう。シンキングタイムスタート。いいもの作ってそうだもんな。じゃないここでね、その後わかんないけど、あ、いいよ、BGM よっ。待って、全然知らない。なんでよ。俺らはもう今年30じゃん、だからさ、まあ、油っぽいのとかダメなわけよ。では、カズが好きな部位は何でしょうか。多分いいものを食べていると思うので、貝の実。え、貝の実ってどこ。わからん。本当マニアックな部位できた。いや、貝の実ってむしろいい部位なの。いや、わかんない。わかんないよね。マニアックな感じもするけど、早くそれ鳴らしてよ。何のために持ってるの。絶対バツじゃん。だから何でそうやって言ってるの。遅くない。正解を言ってください。正解は上身のと単焦です。イエーイ。いや、普通だった。絶対なんか高タンパク低脂肪でしょう、ね、絶対なんかさ、アスリートなんだから。じゃあ俺の質問は、はい、続いてマイブームは何でしょう。マイブーム、マイブーム。できました。早い。どうぞ。ゴルフ。やったー。これ知られてた。絶対見てきてるやつ。見てね。じゃあ続いてカズの2問目。逆にカズのマイブームは何でしょう。かといって、まあお家ですること。お家で大ヒントじゃないですか、それ。子供と。じゃあ答えをどうぞ。子供とゲームをする。え、鳴らして鳴らして鳴らして。じゃあ続いて組織に関する質問は、はい、子供の頃の憧れの選手は誰でしょう。サッカー選手。はい。子供の頃憧れの選手。シンキングタイムスタート。はい、ロナウジーニョ。ロナウジーニョ。え、バツ。ツ、カタカナの絵じゃないですか。ロナウジーニョ、俺の合ってるかなと思ってさ。バカ丸出しです。それなんていうの、ロナウジーニョ。絵を。正解はロナウド。いや、でも、え、おー、びっくりした。おじさん全然違うじゃん。知ってる、小学校までフォワードだからこっちは。あ、そうなの。まあ、でも一問あったから俺。一問、お互い一問正解ということで。一緒、え、一緒なの。一個ずつ正解なので、最後一個出していいですか。いいよ。お互いの似顔絵を描いてください。いや、マジ俺マジで絵心ない。え、俺も絵心ないんだけど。マジそれだよ、それはね、無茶ぶりだよ。これ今さ、お互いの顔見るのあり。あり、あり。いいっすか。はい、じゃあ、いけた。じゃあ、マスカズから。いや、マジで、そんな、もう無理だよ。じゃん。ひどいよ。ひどい。じゃんじゃん。で、これ、あれね、マスクね。マスクしてる。マスクさせるのがずるい、それは。髪の毛に5分かけました。でも割と勝ち組織の勝ちです。ほら、え、でもさ、いい勝負だと思うんだけど、結構マジ。これはドローだな。仲良しでしょ。仲良し、同点か。ということで、はい、ドロー、はい、まあ、同じぐらい、同じだけお互いのことを知っていると。強引だな。ご覧いただいているじゃあファン、サポーターの皆さんにそれぞれ今シーズンの意気込み、メッセージをお願いします。はい、今シーズンこそは、J1 昇格、J2 優勝を、成し遂げられるように、僕たち選手、スタッフ、チームとして頑張りますので、本当に皆さんの、熱い、応援が、僕ら選手の力になるので、今シーズンも応援よろしくお願いします。はい、
あ、そういうことか。ここに戻ってくるんですね。まあ、らしさが出たというところで。そうですね。今年は本当に昇格しか僕自身考えてないので、昇格するために、まあ、僕の経験をあのチームのみんなに伝えたりとか、まあ、一応その優勝争いする J1 でも優勝争いするようなチームでやってきたので、そういう昇格が始まってた優勝争いするチームのこう集団っていうのはどういう集団なのかっていうのも、学んできましたし、うん、だからまあ大宮っていう集団がどうあるべきなのかっていうのも伝えなきゃいけないし、プレーだけでなく、まあ、そういうとこから、変えていければなって思ってて、まあ、もちろんそこに自分も、ね、しっかりとプレーで貢献して昇格をつかみ取るっていうところは、しっかりとやりたいなって思うのと同時に、ファンサポーターの皆さんには、ぜひあのスタジアムで足を運んでいただいて、僕たちに、熱い応援をしてもらって、どうか力になってほしいなと思ってます。1年間よろしくお願いします。一緒に昇格しましょう。はい、はい、ということで、はい、今日は石川選手、淡谷選手、遅い時間にありがとうございました。ありがとうございました。この後は淡谷和樹ピントークです。回してよそれ。ぜひ撮りましょう。お楽しみに。はい、ということで、まあ、冗談、ありがとうございます。ありがとうございました。